患者は牧村瑞人14歳男性、 MRI で神経膠腫と診断されました。失礼しますよ、西園寺先生はいらっしゃいますか。白鳥さん、カナバチですよ。何ですか、あなた方。あ、すいません。ああ、私、厚生労働省医療看護師関連中立的第三者機関設置推進準備室室長の白鳥圭介でございます。あなたが西園寺先生じゃないね。あなた天才脳外科医って顔してないもんね。ああ、こっちの人だ。でしょ。宮川先生、続けて。すいません、出直します。行きましょう。あ、ちょ、ほらほらってなんだよ、これって。いいから。態度だけでかくなったね。噂の最悪コンビか。チームバチスタを潰した最悪の二人組だろ。最高のコンビって呼んでほしいよね、グッチ。次の標的は私か。僕らが潰すまでもなく、西園寺先生は訴訟を起こされそうで大変だって聞きましたけど。我々に落ち度はありません。君に聞いてないんだけど、君誰？助手の三浦です。オペは成功でした。根拠は？オペ中に何かあったなら、直後に撮った MRI で異常がわかる。はい、見せてやれ。オペ直後の MRI です。全く異常なし。オペ室で一度意識が覚醒しているのを確認しています。ところが翌日になって目覚めなかった。で、朝9時にもう一度 MRI を撮ってみた。脳幹部に血腫ができてるね。これ原因は？わかりません。この20時間の間に原因不明の出血が起こったようで血腫ができた。このせいで意識や両手足が動かなくなり、いわゆる植物状態に。オペの後に出血したってことは、オペ中の止血がちゃんとできてなかったってことじゃないの？ありえません、そんなイージーミス。ミスじゃなきゃわざとか。白鳥さん、どういう意味ですか？だから、誰かがオペ中にわざと後で出血するように何か細工したんじゃないのって言ってんの。脳の世界は心臓とは違う。チームで取り組む心臓のオペと違って、こっちは完全な個人プレーだ。優秀な脳外科医が一人いれば、他は誰でもいい。へえ。つまりあれだ、天才西園寺大先生さえいれば、あとはもう誰でも何でもいいと。そう、チームバチスタとはそこが全く違う。じゃあ患者に何かできるとしたら、西園寺先生あなただけだってことじゃない。最高のゲームなんだよ、オペは。難易度が上がれば上がるほど燃えるタイプでね。せっかくの楽しいゲームを自分で潰すなんて、もったいなくて。じゃあどうしてこんなことが起きたんですか？脳はまだまだ未知の領域だ。予想できないことも起こる。匠君は単に不運だった。